幽霊シリーズは、杉山慶一の児童文学シリーズ。差し絵は全館とも、松崎茂げが担当。もともとは、国にちゃん、きりこちゃん、ヤギちゃんと呼ばれる三人の子供たちが、毎回違った怪奇現象に出くわし、それを解決していくという内容のシリーズだったが、やがて、黒田という探偵経由できりこに調査協力の依頼が、来て、 他の二人がそれに同行するというパターンの話が増えていった。また、怪奇現象だけでなく、クローニングや馬を扱った話も登場するようになる。従って幽霊が全く関係ない巻もあるが、全巻ともタイトルには幽霊とついている。なお、作中の世界内でも、主人公たちの行動は書籍化されて、発売されているという描写がある。 1987年幽霊エレベーター、運転中1988年、幽霊券マンションに現る1990年、幽霊別荘にようこそ1991年、幽霊塾は、大パニック。1991年幽霊島でキャンプをどうぞ1992年、幽霊城にご招待。 1993年幽霊古代旅行にようこそ1994年幽霊ワープロレス版中1995年幽霊恐竜誕生中1995年幽霊写真撮影中1996年幽霊 UFO トラブル中1997年幽霊雪男が呼んでいる1997年幽霊人形を見たね 1999年幽霊恐竜に、また会う日2002年幽霊新幹線途中下車。2002年幽霊小学校で会いましょう2004年、幽霊線の宝探し出版社のサイト内に、幽霊通信という公式コーナーが存在したが、2008年、現在は、デッドリンクになっている。また、単行本も、全刊絶版である。現時点での最終作である。 宝探しは最終回らしい終わり方にはなっておらず、シリーズ終結宣言なども特に出ていない。なお、シリーズ開始前の1986年に、久方チャイルドから同じ作者の幽霊電車を見た。という作品が出ているが、本シリーズとは無関係である。ありがとうございます。